MAX を使ったオーディオの処理について、お話していきたいと思います。この作曲演習のページで言いますと、ここですね、MAX MSP によるオーディオプログラミング、この部分ですね、MIDI とはまた違った要素がありますので、ぜひオーディオについて、プログラミングできるようになってほしいと思います。早速ですが、ここに、いくつかの例が述べられているので、この中心にやっていきたいと思います。まず基本的な状況として、音の物理的要素、3要素ですね。音は高さがあります。これ周波数ですね、何ヘルツとかいうやつです。音高、これ MIDI でも出てきましたね。ピッチ、音高、音の高さのことですが、特に MIDI とは違って周波数で表すのがオーディオシグナルの特徴です。あとは音の強さですね。MIDI だとベロシティで、0から127ということでしたけども、MAX のそのオーディオの方ではまた扱いが違ってきます。ボリュームに相当するものですね。0から1の範囲で触れることになります。音の長さ、これは似てますね。やっぱりミリセックですね。ミリ秒、1000分の1秒で、これを分かっていきます。実際にオーディオ信号で音を出してみたいと思いますね。で、MAX の新しいパッチを作ってみるわけですが、ここに書いてある通りに、MIDI では鍵盤を叩いてノートアウトに、鍵盤を叩くというよりもノートアウトにピッチとベロシティの数字のペアを送ってあげて音を鳴らしてたわけですが、オーディオシグナルの場合はオシレーターですね。これ発信機です。発信機、漢字としてはこういう感じ。振動を発生させる機械。文字通りですね。振動を発生させる機械なんで、発信機と言います。で、音っていうのは、この物理的な要素とあるとおりに、空気の振動に過ぎないわけです。で、空気の振動というのは、振動、空気に限らず、その振動っていうのは波長があって、周波数があって、振れ幅があってということで、そういう波を発生させて音を出すというのが、このオシレーターです。で、MAX では、このオシレーター、いくつかあるんですが、今日はこのサイン波ですね、サイクル。あと、ノコギリ波、フェーザーなどといったのもあるんですが、まずはサイン波を作ってみたいと思います。サイン波はサイクルと入れてあげます。そうすると、C を入れた段階でもうすでにここに出てきて、で、オーディオシグナルを扱うパッチの特徴は、最後にこの波マークっていうんですか、これチルダっていうんですけども、チルダマークですね。これがついているのが、オーディオシグナルの扱うパッチの特徴です。こんなふうにサイクルっていうのを作ってあげて、で、サイクルはインレットが2つありますね。で、この左のインレットにフリーケンシーとあるんで、周波数を入れてあげます。なので、周波数入れるんですが、整数で入れてもいいんですが、結構オーディオシグナルの場合、小数を扱うことが多いので、このドット付きの、小数点付きのオンナンバーボックスをつけてあげて、つないであげます。で、サイクルから、サイクルというのはこの周波数を指定してあげて、その周波数の波を出力するんですが、出力先はこれですね。で、ここで注意してほしいのが、今まではこの出力がメッセージと言われていて、数値とかをちょうど鉄砲の弾のように単発的にポンポン、こうね、送るのがメッセージでしたけども、このシグナルって書いてますね。で、特にニョロ、波ですね。このチルダがついているものはシグナルを扱うんですが、シグナルっていうのはオーディオ信号のことです。で、オーディオ信号はこんな風に普通の直線じゃなくて、ちょっと点々点のついた太めの直線になってます。で、これを出力していくわけですが、出力先がここに書いてあるオーディオアウトですね。オーディオインターフェースじゃないですけども、スピーカーですかね。スピーカーというのはパソコンの中の信号をスピーカーを通じて空気の振動ですね、みんなに聞こえるように、人間に聞こえるように変換してくるものなんで、これデジタルアナログコンバーターの略ですね。 DA 変換、デジタルのものを PC の数値をアナログ、空気の振動にコンバートしてあげるということです。で、これはどこにあるかといいますと、このアッドオブジェクト、このプラスのところに、ベーシックとかオーディオとかあるのが、オーディオのところですね。オーディオのところにスピーカーマーク、これがいわゆるスピーカーですね。パソコンの音を、パソコンの数値を、シグナルを変換してくれるわけです。で、見た通りね、こんな風に波線になってますね。波線じゃなくて点線になってますが、これはここから流れてくるのがシグナルだということです。で、上の方は数値がメッセージで1回ポンって送られるだけですね。
だけど、このシグナルというのは、鉄砲玉のように数値がポンと送られるんではなくて、ちょうど水道の蛇口のように、水道の蛇口をひねると水がずっと出てるかのように、信号が流れ続けます。これがシグナルの特徴ですね。サイクルで、特にこれは波形ですね。波形を出力し続けるので、1回だけ、1回きりポンって鳴らすんじゃなくて、ずっとこう振動の、波形が、このオーディオアウトに出力されていくというわけです。で、これ見ることができるので、その波形の様子を見るのに、今度はこのオーディオのところの、これですね、スコープ、オシロスコープなんて聞いたことがあると思いますが、波形をビジュアル化してくれるものです。ビジュアライザーのオーディオシグナルとある通りですね、オーディオ信号をビジュアライズしてくれる、こんな感じ、ちょっとしたグラフに過ぎないんですけども、で、こっちに、見た目分かるように、こっちにも同じ信号を送ってあげて、肩やスピーカーに送ってあげる、こんな風にしていきたいと思います。で、実際にロックして実行してあげるわけですが、とりあえずこれでやってみますね。で、オーディオをオンにするには、ここをクリックしてあげます。そうすると、今オーディオがオンになっております。で、この周波数のところを、手でこう、手でというかマウスでこう上にしてあげると、今1になりました。1Hz の信号が送られております。今1にした瞬間、1という数値がメッセージとして、鉄砲玉のようにサイクルにポンと送られているわけですね。1回きり送られたので、今サイクル1、すなわち周波数1の信号を、シグナルを出力し続けています。水道の蛇口をひねって水が流れているのが、周波数1のサインがずっと流れてますね。これ見た通りです。で、これやっぱりスピーカーにも流れてます。で、当然音は聞こえないはずですね。信号流れて振動してるんですけども、聞こえません。なぜかというと、人間の耳には周波数1の音というのは低すぎて聞こえないんですね。人間の音、耳が聞こえない、大体 20Hz ぐらいからなんですが、大体よく聞こえるのは40ぐらいまで上げたときですね。ちょっと上げてみますね。全然聞こえませんね。今4になったんで、周波数4ですか。ちょうど4つサイン波がこの中に入ってます。これちょうどの右の幅が時間で1秒だと思ってください。1秒のうちにサイン波が4つ入っています。もうちょっと減らしてみましょうか。2つ。これ2つ入ってますね、ちゃんとね。いいでしょうか。で、当然聞こえません。で、もうちょっと上げていきます。この辺になると、8つぐらいならまだサイン波が見えます。10個ぐらいになるとちょっと混み合ってきてますね。この辺になると、もうサイン波じゃない、なんかギザギザしてるだけに見えます。聞こえますか？多分聞こえないこともないけど、多分聞こえにくいですね。このスピーカーがそんなに低音波を、低周波数を再生できるとも限らないので、だいたい聞こえるのは40過ぎるぐらいですね。ちょっと聞こえましたね。聞こえてますかね、音ね。スピーカーから音鳴ってんのをマイクで拾ってるんですが、この辺だと聞こえ、おそらく聞こえる領域です。で、これを上げていくと、だいぶはっきり聞こえるようになりましたね。ちょっとスピーカーのボリューム下げます。ということで、実際これがシグナルで音を鳴らしている状況になります。で、100超えるあたりでも、これはオシロスコープはほぼたくさん波が詰まっているのしか見えないとですね。200、440Hz ぐらいが一番よく使われる音ですね。今440に合わせて、お、難しい。ちょっとブレじゃ。こういう時はこれを使えばですね、このちゃんとここに440っていう数字を入れてあげて、ここに送ってあげればピタッといきます。いいですね。今 440Hz の音が鳴ってます。これラの音ですね。よくギターのチューニングなんかでも音叉を鳴らすと、このラの音になっているはずです。あるいは時報の音ですね。今あまり時報って聞かないかもしれませんが、ピッピッピッピーの音ですね。ラの音。一番人間の耳に響くと言われている音が、この 440Hz の音になります。で、もちろんこう上げていくとね、どんどん高い音になって、で、これがどこまで聞こえるかっていうのは、多分コンピュータリテラシーの最初のところでやりましたけども、各自で、ヘッドホンとかの性能にもよりますが、どれぐらいまで聞こえるか試してみてください。今ここではあまりやりません、それね。やってもいいんですけど、
まあ各自でいろいろ試してみてください。でまずは大切なのはここに周波数をサイクルの左側のインレットにメッセージでポンと送ってあげると今 777Hz の音がシグナルとして流れ続けるというところです。まずこの点をしっかりと押さえてもらいたいと思います。一旦音切りますね。これ音が切れました。それで、もう少しこのパッチに近づけていきたいんですが、このパッチはね、掛け算が入ってますね。ちょうど今のシグナルが出力されてそのままもう入れてますんで、ちょうどこれね、中心が縦の Y 座標の真ん中が0で上下プラス1、下がマイナス1ということで、波形というのはサインコサインというその三角関数なんですけども、0から1の間でねこう触れてるのが標準になります。なので今サイン 770Hz のねサイン波がこう流れて、最小値が真ん中のところの0で、最大値が1、最小値がマイナス1ということで、こう綺麗にというか、これも波形見えた方がいいんでもうちょっと下げときますが、この辺はもう聞こえないですね。これで聞こえなくなりましたか。さすがに 10Hz は聞こえないと思いますので、これぐらいにしておきましょうか。サイン波が3つ入ってますね。で、真ん中が0 で上下プラス1からマイナス1に触れているという状態になるわけです。でここで何をやってるかというと、掛け算することで振れ幅を変えることができるんですね。ちょっとやってみましょう。今何もしないんで、振れ幅1の1からマイナス1のね1のサイン波が流れてますが、掛け算してあげます。で、掛け算なんですが、ミディで扱った掛け算と違ってシグナルの掛け算になりますんで、ただの掛けるだけじゃなくて、ただの掛けるだったら普通の数値をね、メッセージで送られてきた数値を掛け算することになるんですが、シグナルの掛け算なんで、この後ろにねチルダがついています。これをつけてあげます。で何を掛け算するか、例えば 0.5 って掛け算してあげると、1×0.5 はね、半分になるんで、0.5 になるんで、これ 0.5 になるはずです。一応波形を見たいので、何もしないときの値と、0.5 を掛け算した。ですね。0.5 を掛け算するってことは、大きさを、振れ幅を 0.5 倍して、半分にして送ってあげる。で、この波形も 0.5 倍された波形もちょっと並べて見てみましょうというわけです。で、これを実際に実行してみると、ね、確かに振れ幅が半分になってますね。これは何もしないので1倍。で、こっちは 0.5 倍なんで0から 0.5 で振れています。まあ、下は0からマイナス 0.5 で振れているのがわかります。まあ、これがいわゆるボリュームってやつですね。MIDI ではね、ベロシティという数値で、整数値、0から127の整数値で示してましたが、このオーディオの場合は、シグナルの大きさ、最大値が1で、その振れ幅を、小数をね、掛け算してあげることで調整します。で、ここの掛け算の右側にね、今 0.5 になってますが、ここの数値を調整してあげると、自由自在に振れ幅を変えられる。ちなみに今 0.5 を掛け算して、大きさ見た目はパッとね 0.5 倍になってるのは分かりますが、音は周波数が3なんで聞こえませんよね。聞こえる値まで持ってみましょうか。例えば440とかにしてあげると聞こえますよね。で音がこっちで鳴ってるよりも 0.5 倍されてるんで、ちょうど音量が半分になってます。あとこちらで例えばこんなに調整してあげるといいですね。今 0.3 倍。これ、あとマウスのドラッグする場所ですが、自分が変えたい位置ですね。変えたい位置の小数点の位に合わせてあげるとそこが変えられますんで、もうちょっとこう、例えば、長めにしておいて、この辺こうドラッグしてあげるとこの辺の値をね、変える。小さ、微妙な変化をさせることができます。上の方やっちゃうとね、今音割れてますよね。これ、1以上になると音が割れちゃうんで気をつけてください。1以上にしないようにしてくださいね。こんなようにして、ちゃんと絵的に見えるっちゃ見えますね。大きくなったりちっちゃくなったりってね、いいでしょうか。で
ここまでよろしいでしょうかね。で、あとね、ちょっと気づいた方もいるかもしれませんが、音量、例えば今 0.7 の音量で動いていますけども、まあ、メッセージで例えば 0.3 の音量と、なんか変なコピーしちゃった。失礼。例えば 0.5。まあ、手でグリグリ変えるんじゃなくて、マウスで変えるんじゃなくて、まあ、あらかじめなんか狙った音量を決めておいて、これを、失礼。これですね。こう並べておいて、手でといいますか、ワンクリックで好きな音量に持っていく、できるわけですね。で、気づきますかね、この変えた瞬間にブチッブチッって音が入るのね。ちょっと分かりにくい、多分皆さん自分でヘッドホンで聞くと分かると思います。これちょうどの滑らかにサイン波が動いてるところを、この急にスイッチを飛んだ値を入れるとサイン波がちょっと乱れてカチップチッっていうねノイズが入ってしまいます。で、それを避けるにはここの変化を急に変えるんじゃなくて少しずつ変えてあげると、例えばこれこの辺微妙にちょこっと変えてあげるとブチッとと入りませんよね。なので、このブチッと音を避けるために急にこう変えるんではなくて滑らかに変えるためのパッチがあって、それからラインってやつです。ラインというのは、ね、直線的にこう滑らかに少しずつ変化させてあげるということなんで、一旦ちょっと切りますけども、ラインをかませて、こう例えば 0.2、0.8 ってありますけども、これどういう意味かっていうと、一旦これ切りますね。まずラインっていうパッチをこのオブジェクトから出していますが、ラインのチルダの方ですね、ラインシグナルランプジェネレーターってありますけども、ランプって少しずつこう値を変えていくっていうようなイメージで見てもらえればと思いますが、でこれをここのですね、前に入れてあげます。メッセージを送ってあげると、その受け取ったメッセージに値を変化させるんですが、徐々に変化させるっていうね感じのことになります。でこれだと、ダメで、ちゃんとこうペアで、今の消さない方が良かったかな。これは一応取っときましょう。これはここではなくて、こっちに入れるように、ね、手で入れるのを一応作っておきます。で、ラインで滑らかに変化させる。みたいな感じにしておいて、で、ペアにして入れます。例えば 0.3、この例ですと 0.2 になってますが、まあ、合わせておきましょうか。0.2、10ってやってあげると、この 0.2 っていうのが目標となる、値ですね。 0.2 に変化させたい。でも急に例えば 0.8 から 0.2 に急に変えちゃうとブチッとなるので、これ10っていうのは10ミリセックの時間をかけて、変化させましょう、滑らかに変化させなさいという意味になります。なので10ミリセックってね、100分の1秒なんで、そんな短くていいのかっていうかもしれませんが、ただコンピューターの内部処理的には10ミリセックって十分長い時間なんで、10ミリセックで、滑らかに音を変化させてくれますんで、これで十分です。で同じように 0.5、 10ミリセックで、0.8、 10ミリセックっていうのを作ってあげて、でこうこっちにねこうつないで、でちょうどこのラインのインレットは左側がデスティネーションバル、目的地ですね、目的となる値、まあ、0.2 とか 0.5 とか。で、この右側がランプタイム、要するにこれだけの時間をかけて変化、滑らかに変化させないっていう、させなさいということなんで、まあ、本当は 0.2 と10を別々に入れたいところですが、まあ、こんなふうにメッセージでスペースで区切ってあげると、左側に2つの値をまとめて入れることができるんですね。まあ、こういう方法もあるというふうに覚えておくといいと思います。で実際ちょっと試してみますと、今 0.2 でなってて 0.8 でプチってなりませんでしたね。まあ10ミリセックなんで100分の1秒で変化したんで、急に変わったようには見えますが、さっきみたいに手で、このラインかませないとプチっていうノイズが入るところが今回は入らないで、滑らかにね音量変化なされてるのが
分かるんじゃないかと思います。ということで、まずここまでしっかりやってみたいと思いますね。でちなみに、このもしかしたら音が鳴らないとかそういうことが起こり得るんですけども、これはオーディオシグナルがね、実際にどうなってんのかってこう調べてあげるの、ここか。これで、で自分のそのオーディオアウトがどこにつながってるかっていうのを、ね、確認してみるといいと思うんですが、これがオーディオの設定がオプションですか、オプションにありますね。まあ、MIDI のセットアップとオーディオセットアップ、今回はオーディオステータスか何かを開いてあげて、で、ここによると例えば出力先がで、私の場合は今内蔵音源のスピーカーにつながってるんで音が出てます。ここを出力先をまあ確認するといいと思います。あとは今インプットデバイスはつないでないんですけども、この例えばマイクとかね、つなぐこともできます。で、あとはドライバーですね。これなんか私のはいろいろ入ってるんですけども、おそらく Windows 標準だと AddMME、まあ、Mac だと Mac の、オーディオ、コアオーディオかなんかだったと思いますけども、ドライバーが入ってますんで、まあ、基本ここはそんなにいじらなくていいと思いますが、もし何かドライバーの相性が悪い場合はここを変えてあげるといいんじゃないかと思います。あとサンプリングレートとか、これやりましたね。コンピューターリテラシーで。まあ 44.1kHz なんでこのままでいいと思いますんで、こんな感じで調整もしてみてください。